こんにちは、カーピです。今回は2020アニバーサリーセレクション直前24選手組み合わせ予想やっていきたいと思います。はい、10月20日火曜日から登場するであろうアニバーサリーセレクション第1弾、登場日はもう 100% 確定と言ってもいい状況ですけども、登場まであと少し待ち遠しいですよね。今回はアニバ24選手の組み合わせ予想ですね。第1弾第2弾とどんな組み合わせでやってくるのか予想しながら、さらにワクワクしていこうじゃないかと、そういう企画でございます。今日のメニューなんですが、まず最初にアニバ24選手の組み合わせ予想やっていきたいと思います。そしてアニバ全体のスケジュールと、さらには11月中旬頃 OB 第1弾の登場日、そしてシリーズ2完全移行までのスケジュール、ここまで予想していきたいと思います。そして最後にその間当チャンネルがどのようにプレイしていくのか、計画の話をしていきたいと思ってます。というわけで最初に組み合わせ予想ですね。まず2020アニバーサリー登場選手の一覧がこちらになります。改めてめちゃくちゃ豪華なラインナップですよね。組み合わせ次第で誰を取るか決まってくると思いますんで、組み合わせって本当に重要なんですよね。さあ考えていきましょう。この24名を2組に分けるにあたってどんな考え方をするか、好みさんになったつもりで考えてみました。まず投手と打者のバランスは取りますね。そしてポジションはできるだけ重ならないようにしたいですね。さらにはリーグでポジションが重ならないようにしたいですね。第一弾はセリーグみんな三塁手だなみたいな、そんなことにならないように偏らないようにしていきたい。そして強い選手は分散させたいですね。1弾2弾それぞれに目玉選手を置きたいですね。そして目玉選手と強くない選手はできるだけセットにしたいですね。そんな感じでトータルで戦力差が出ないように、こんな感じで考えていきたいかなと思いますね。というわけで各24選手をポジション別にまとめてみるとこうなりました。こう見ると意外とポジション偏ってますよね。キャッチャーに3人、サードには5人、先発は8人いますね。ピッチャー全体で9名ですね。こういった人数の多いポジションは組み合わせの自由度が高いですよね。ここ頭の悩ますところになりますね。セカンド、レフト、センター、この3ポジションはちょうど2名ですね。分かれて登場する可能性が高いんじゃないかなと思いますね。もちろん絶対じゃないですけど、基本線は別々に登場すると考えたいところですね。そして次は人数の多いポジションについて考えていきたいと思います。まずはサードから。これ特徴的ですよね。5人中4人がセリーグ、セリーグはサードが豊富なんですね。村上選手がサードに来たのは意外なところでもありましたけれども、この5人を2グループに分けるとしたらどう考えるか。最初に挙げた条件、強選手は分散させる、目玉選手と強くない選手はセットにする、トータルで戦力差を抑える、こう考えると、はい、こんな感じで考えてみました。サードで一番の当たり枠は村上選手だと思いますね。ミパへ行けてどっちも行ける、文句なく大当たり枠だと思います。次に当たりなのは岡本選手ですかね。はい、この2人は基本的には別グループになる可能性が高いかなと思いました。これをベースに違和感があったら修正する感じでいきたいと思います。次にピッチャー考えていきたいと思います。先発中継ぎ、ここはもう一緒に考えていきます。この9選手を2グループに分けるんですが、いや、かなり難しいですね。全員が当たりといっても過言ではないくらいですんで、本当に難しいです。適用する法則としては、リーグが分散するように、戦力差が出ないように、リーグ目線でもリアタイム線的にも両面で戦力差が出ないように、こういうところを考えていきたいと思いますね。そして組み分けしてみたのがこちらです。どうでしょうか。これは正直どうとでも組み合わせできるなっていう感じで、これだからこうしましたっていう決定的なロジックがない感じですね。その中でもセリーグとパリーグは分散させて、戦力的にはある程度釣り合ってると思うんですよね。さて、このグループ分けをベースに2020アニバーサリー第1弾第2弾組み合わせを考えてみました。それがこちらになります。はい、どうでしょうか。第1弾第2弾当チャンネルはこう考えました。さっきの組み合わせをベースに実際にはめ込んで、違和感があるところは修正して出来上がったのがこちらです。柳田選手と山田選手は別の段にしました。野手の中では目玉になる2選手だと思いますんで分けることにしました。基本的にはポジションが被らないように考えたかったんですが、いざ組み合わせるとそうもいかないんですよね。例えばセカンド、浅村さんと山田さんが両方とも2段に入ってますね。これポジション被りを完全になくそうとすると、なかなか戦力の均衡が取れないんですよね。はい、ある程度の被りはありそうだなと作りながら思えてきましたね。特にこの中で気になるポイントとしては佐野選手ですね。佐野選手がシリーズ2まだ S ランク登場していないんで、
能力が情報修正される可能性残ってますよね。現時点で首位打者ですし、5試合連続ホームランかっ飛ばしている最中でもありますし、今の能力ではちょっと物足りないですよね。第2弾で情報修正されて目玉選手に躍り出る、そんな可能性も感じてます。さあ、この案どうでしょうね。皆さんはどう思いますでしょうか。皆さんのご意見ぜひコメント欄に書いていってください。さて、今後のスケジュール予想なんですが、今来ている2つのガチャ、ドラフト、ワールドスターともに10月20日に終了ですね。さらにはイベント、球場飯も20日に終了ということは、この日にアニバーサリー大事談登場することはほぼ間違いないですね。はい、もうこれは確定的です。そしてアニバ第一弾は去年は9日間登場しますね。仮にこれが去年と同じなら、アニバ第2弾の登場は10月29日木曜日頃ということになります。アニバ2弾は去年は8日間の登場ですね。これが今年も同じと仮定すると、11月の6日頃にアニバ第2弾が終了。ここで5周年福袋登場してくると思いますね。はい、この福袋に噂の選択役所、これがついてくるんですよね。同時にポジション追加がやってきて、11月の12日までの可能性が高いと思ってます。この間でひょっとしたらワールドスターが来る可能性もあるかなと思いますね。そして12日に OB 大事談が登場、19日に終了してシリーズ2に完全移行、こういう流れになるかなと予想しています。このスケジュールの中で僕がどんなプレーをしていくのか、今の計画をお話しますと、まずはアニバの第1弾、第2弾で堂林選手、森下選手をそれぞれ60連でゲットする予定です。そしてアニバが終わった頃にやってくる5周年福袋、選択契約書がついてくる福袋ですけども、この使い道は同時におそらくやってくるであろう選手の追加によりますね。まず前提として、選択契約書は同時に追加になる10人目の S ランク、この選手までを選択できるはずです。2020シリーズ1の全員とシリーズ2の10選手、この中から選択できると。となると僕の場合はこれまで必要な選手は全員取れているんで、10選手目がイージーに取れるなら選択で取る必要はないんですよね。もし戦力強化スカウトとかグレードアップスカウトとか優しいガチャで来るようだったら、そこは普通に通常ガチャで獲得して、選択契約書は森下選手とか取りに行くかもしれません。森下選手は9位へも行けますし、9位スタミナ同値も行けるし、はたまた勝利の者がベストっていう可能性もありますからね。その辺をどうするかは今後の更新次第ということになりますね。はい、そんな感じです。はい、というわけで今回は2020アニバーサリーセレクション組み合わせ予想と今後のガチャスケジュール予想、そして当チャンネルのプレイ予定についてお話しました。皆さんの参考になれば幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。2021年3月の最強決定戦、本気で1位目指していきますんで、ぜひともチャンネル登録いただいて観客席の確保よろしくお願いします。ではまた。